ギルド TV。はい、というわけですね、はい、ギルド T 第1回というわけでギルド TV というのが始まりました、ね、栄えある第1回は、ゲストに俳優の、真島秀和さん、イエイ、よろしくお願いします。そして山中隆さん、よろしくお願いします。縁談に立てる、こうやってまだ間だけで十分なんだぜ。久しぶりです。世の好物じゃん、5品目か。ギルド TV。 おお、わー、何これ、すごい。あのギルドのマネージャーの伊達ちゃんの料理です。手作りですからね。手作りですから、すごいですよ。アボカド、すごい。写真撮ろう。グリシーニ、グリシーニ、生ハム、初めて名前、イタリアのパンです、ね、イタリアのパンですね。そしてこのマリネ的な、あのバジルのマリネ、マリネ、バジルのマリネ。ギルド TV っていうかさ、伊達ちゃんのそう、でも本当リストランテ伊達ですよ。ギルド TV。 地元どこですか？山形の米沢ってことですか？米沢牛、米沢牛。つや姫大使なんですよ。つや姫大使、いや、ちょっと待って、つや姫大使、姫大使、まずつや姫って何？お米っていうのは最近その山形で推している、だって佐野…あれじゃなくて笹錦式ミスターデザインがデザインしてるでしょ。あ、佐野健次郎、佐野健次郎さんがね、健次郎。つや姫の説明を今この辺に、つや姫出ていただけると。デザイン超可愛いよ、お米の今までにないデザイン。つや姫大使なの？そうですね、あの山形県の方からそういう話いただいて、へぇ、まあ、山形県の観光大使なんですけど、スイングガールズっていう映画が昔あって、山形舞台で、方言指導、出演兼方言指導も真島くんがしてって新曲もできたから、それだけ聞いてけろ。号泣してもいいですか。この映画のロケ地がまさに地元なんですよ。だからみんな、あの撮影隊はスタッフ、キャスト含めてホテル泊まったりしてたんですけど、うん、実家、俺は実家から両親がエキストラで出演したりとかして、それだけは絶対に来るなって言ってはい、伊達さんから。伊達さん、また。これは、なんとなんと何なの？一番奥が、ポテトサラダですね。うん、で、あの赤いのが明太子とサワークリーム。はい、で、3段目がツナ。もうすでに美味しい。ツナとあのケッパーを合わせて。ケッパー。で、4つ目は同じくあの明太子です。ギルド TV。犬が可愛い。犬は何を飼ってるんですか？うん、何飼ってるんですか？うちに帰るじゃないですか、うんうん、あんなに喜んで出迎えてくれるのかってこんなに俺のこと待っててくれたのかっていう。飯飯飯。名前は何て言うの？花ちゃん。花女の子だ。女の子です。花ちゃん、野良猫のトラちゃんっていうのがいて、トラちゃん、トラちゃん、そのトラちゃんがうちのお子になってたんですよ、うんうん、しばらくの間。でももともと来た時からすごい、あのいわゆる 老猫だったんで、うんうん、天寿を全うして、うん、死んじゃったんですけど、うん、すごい寂しくなっちゃって、うん、あこれまずいと思って、ペットロスみたいな、ペットロスですよね、いわゆる。それでそのペットショップ見にちょっと行ったりしてた時に、売れ残ってた子がいたんですよ、うんうん、その子が今の花ちゃん。どうですか、猫派というのは。いやでも僕よくパグに似てるとか言われる。犬の感じしたけど似てる、似てますよね。こうやって潰した顔だってパグ超人気だからいいじゃないですか。はい、人気だからね、人気だからね。ギルド TV。サイコロやってみますよ。サイコロやろうよ。サイコロがあるんですね、うん、こういうところには。こちらが一人がサイコロを振ってもらって、うん、でその番号に応じて質問がもうこっちで決めた質問が決まってるので、振りますね、転がします。
何が出るかな。何が出る。2です。2はですね、質問です。はい。お二人にとって好きな CM、記憶に残る CM を教えてください。まあね、僕ら CM を作ってるのはね。そうですよね、監督としては気になる。はい、そうそう、これはいろいろなんかいやらしい考えで。監督された CM とか関係じゃあジョージア以外カリバーも除く。いや、もう全然何でも、ま、込みでいいんですけど。ギルド TV 広告の専攻してたので、うん、ここゼミをやってたので、はい、その時やっぱ大貫拓也さんっていうのはやっぱすごくって テレビで豊島園って僕実家も近いんですよ。はいはいはい、確かに、すごく近くて、はいはい、確かに。で、豊島園の CM を担当された時があるんですよ。やってたで、テレビで見てて、なんかお姉ちゃんが東京に一人暮らししてて、うん、そこに弟、多分田舎に住んでる弟が夏休みに遊びに来たっていう設定なんですよ。で、学ランかなんか来てて、うん、お姉ちゃんはなんかうちわでちょっと遊び人な感じの格好してて弟はなんか学ラン着て正座してるんですよ。田舎から来てるから。そう、田舎から来てて、うん、で、どこ行きたいのって言うんですよ。その後ろには豊島園のフライングパイレーツがこう映ってるんですよ。窓の外に、窓抜けにね。で、お姉ちゃんがどこ行きたいのって言うとお台場っていうシーンがあってこれは面白いと思って覚えてる覚えてる。それをなんかやらせた豊島園もすごいし豊島園って言わないん、言わないですよ。言わない。最後だけ字だけ豊島園って出るで、なんか外人がなんか豊島園の写真持ってリポスター上がって、あったあったあった、よく知らないんですけ けど豊島園を応援しますみたいなキャッチコピーとか見たことも聞いたこともないけど私は豊島園を応援します。すごいなと思って。だちゃん、これは、はい、チキンをちょっとトマトとチーズで焼いてみる。うわ、きた。はい、すごい。ギルド TV。 じゃあ次ちょっとやる。はい、なんかチキンを食らってない。大丈夫よ。本当、大丈夫。はい、4です。4番。あ、4番は最近の大失敗って何ですか。大失敗したこと。大失敗ね。大失敗、うん、大失敗僕去年そのアウトレイジビヨンドに出させてもらったんです。はいはい、何回ですか。悪いな、11回。僕はなんか昔武井さんと共演したことがある人とかに、武井さんものすごくうまいから全部任せて大丈夫だよって言われてたんですよ。縦がうまい。縦がうまいから、うん、すげえうまいから全部任せていいよって言われて。うん、僕はもう全てを預けて、うん、じゃあ本番行きますって。僕ほくろをなぜかほくろをここにつけてる役なんですね。で、たけさんに、うん、僕鉄砲で腹打って、うん、死んだと思ったら死んでなくて帰るうちに会うっていう役なんですけど、全部盾は任せて大丈夫だからって言われてて、全てを任せて本番行きますって言って、はい、打った後にこうやって殴られるんですけど、3発ボッコボコ当たって任せたって。任せたよね。身を任せた。そういう意味の大丈夫。こういうことと思ったんですか。任せたで最後こう続きなんですけど、これはさすがにちょっと怖いと思ってちょっと引いたんですけど。いや、やっべ、殺されると思ってそしてOKになったんです、そのシーンは、うん、そしたら一発で、何回かやりましたけど、何回かやったんだ。でも、ごめんねってもちろんで、OKが出たんですけど、なんか僕ね、血まみれになってるんでメイク室に戻ってくださいって戻ったらほくろがなかったんですよ。で、すいませんっつってほくろないですけど、さっき OK 出たシーンにほくろありますかって言ったらまず確認からね。確認。そしたらもう現場もやっぱりすごいバタバタしてるっていうか、次のスタンバイじゃないですか。次のね、もう OK 出てるし、でも僕ほくろないからすいませんっつって、で、止めて、うん、次の移動を止めてモニターチェックしたんですよ。そしたらほくろなかったんですよ。OK じゃなかったんだよ。OK じゃなかった。撮り直したんです。撮り直したの。もう一発やられたの。もう一発、もう3発、もう数発ね。
取り直したんだ。でも歯袋取れちゃいますよね、そんな。取れちゃって、で、うん、ヘアメイクの方もそれは、いや、私の責任ですって言ってくださったんですけど、やっぱ一応空気として、うん、僕のほくろなのですいませんっつって、ほくろ取れてすいませんっつってエレベーターの床をこうやってほくろ、ほくろっつってほくろ、ほくろ見つかるわけないんですけど、血まみれの、血まみれでほくろ、ほくろ見つかんないよ、そんなの。こんな人こっち側、右行けたらちょうど当たるのどうしても取れちゃうんじゃないですか。いや、まあ、もう一回取った時は大丈夫だったんですか。取ったのはタケシさん。いや、まあまあ、なんかこう悪いのはタケシさん。いやいや、わちゅミサヒデ、ミサヒデ、ミサヒデ、まあ、え、結局悪いのは違う違う、ミサヒデ取ったのは誰、取ったの誰、どの手で取れたの、どの手で取れたの。スープは何スープですか。それはガスパチョです。これはうまい。またこれガスパチョスープ飲んでね。これ飲みようよ。あ、パンと一緒にね。あ、いただきます。スペインのスープね。うまい。ガスパチョ。ガスパチョ。ね、ガスパチョ。このパンはあのダテちゃんが自分で焼いてるっていう恐るべし。うまい。このパンうますぎる。こうなんだよ、すげえのが来てる。どんだけ作ってんですか。うわ。何これ、すごい、ちょっと待って、ほんとすごすぎるんですけど。ほんとギルド TV、 ここで、視聴者からおはがきが、絶対準備しましたよね。住所書いてない。こんなに届かないですよ。視聴者からおはがきが来てます。ありがたい話ですね。はい、ありがとうございます。視聴者っていない。いつもギルド TV を楽しく見せてもらって。これ1回です。皆さんのオンの日とオフの日で一体どんな一日なんですか。知りたい。円グラフで知りたいですっていう。じゃあ書くんですか。そう、書きます、書きます、書きます。じゃあちょっとマーシーから。はい。今日5時に起きました。早い。寝てる。で、いきなり起きて、あの自分の準備しつつの花ちゃんトイレご飯だね。で、まあ、ざっくりその現場到着してから終わるまでぐらい。ちなみに今日はこれはロケだったんですか。これロケでした。まあちょっと、まあ、バレて一人でコーヒー飲んだりとか、ここに来るまでの間なんかなんとなく、はいはいはい、ちょっとダラ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 してダラダラして休憩して、でも今日はまあギルド TV にお邪魔して。うん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 、でこちら赤い方が本当に何もなかった何もない場合ですね。で、まあ、ちょっとゆっくり寝て8時ぐらいに大体起きるんですけど。早いね。これはちょっと早くなったりもします。だんだん寝れなくなってきました。ちょっと待って、37歳ですよね。37歳。これが驚くほど寝れなくなってきたんですよ。マジで。これはかなり今日は寝れたっていう パターンです。これは嘘でしょ。目が覚めちゃうんですよ。まあ、起きて、まあ、自分も飯を食いつつ、アナちゃんの飯トイレですね。飯トイレ、はい、はい、大体2時間ぐらい撮ってます、ね、勉強です。勉強。あの、例えばなんか台本があったら、ちょっとセリフ入れたりとか。ということは勉強って一般に言うのよ、その。あ、業界用語。業界用語で勉強しとくっていう。勉強するっていう。そもそもそろはアナちゃん。そもそろはアナちゃん昼寝してます。あ、勉強してる時は、かなちゃん昼寝するんですか。やっぱ寝かさなきゃいけないんで。で、15時ぐらいからちょっと自由時間です。買い物したりとか。まあ、なんかそういう趣味の時間ですね。なるほど。さ、はなちゃんなしの自由ですか。そうです、はなちゃんなしの、あの一人で。その後ずっとはなちゃんですもんね。そうです、そうです。あの、あなたの予定聞いてんのに、はなちゃんって書いてるから。大体18時とか、まあ、19時とかちょっとまあ前後しますけども、はい、家に帰ってちょっとはなちゃんを起こして、あれで起こして、まだちょっと遊んだりとかトイレとかご飯とかいろいろあって。チアは散歩行かなくていいんですか。散歩行く時はここです。あ、この時間、そうなんだ。この時間か掃除が早く終わっての駒沢公園っていうことがありますね。あ、なるほど。ギルド TV。
僕今日、オンは今日のことを今日はそうですね、はい、昨日の夜2時に寝て、はいはいはい、で舞台の本番あのアップとかがあるんで、はい、早めに行きまして舞台の本番で病院っていうのは子供が生まれたんです。おお9日、ここから。え、生まれたんですよ、マジで。あら、それでなんですけど、はあ、ちょっと子供見に行って、子供見にね、行きまして。男、女？男です。どうですか、なんかこう正直やっぱこうテンションは上がってますけど、父親っていう確信とかっていうのはちょっとまだ分かんない、ね、うん、そうだと、お父さんとりあえずはわーみたいな。そうです、そうです、うん、まず名前決めなきゃいけないね。花ちゃんでしょ。男ですよ、男。瞑想って何？瞑想、一日の反省。それ何、どういう体勢なの？体の体勢だと思う。クラックしたりとか。あ、全然こうやって。テレビじゃんこれ。テレビ。今日はどんな日だったかなっていう。それ僕にとっての瞑想なんです。それ何も見ずに。いや、テレビ見て。あ、テレビ見ながら。テレビ見てるだけ。瞑想やろ。テレビじゃないよ。僕にとっての瞑想って言わないでしょ、これが。で、オフの日はですね、変わんない。そっか、一緒だよ、病院行ってこれ何、この2時間ぐらい撮ってるストレッチこれもうほとんどこれと変わんないんですけど、テレビ見ながら、そうです、ストレッチ、うん、で、そう、僕ボクシングジムに行ってるんです。おだからオフの日はボクシングジムに。やっぱり武さんに殴られた後で反撃するため、反撃するため。そうです、いつかね、僕も言ってるぞと。そうです、そうです。ギルド TV 何10とか出してほしい。 10? 10? じゃあ、マジ欲しい。10お願いします。10出してほしいんですか。あー、惜しい。もう一回も変えて。10でいいじゃない。10。あ、10出た。これは今の編集これはリアクションを即興でやってもらおうと思います。うわー、ギルド TV。 すげー緊張するんですよこれ。ですね、はいはい、そっちですよね、今のは。スタッフが、はい、よー、はい、こちらです、はい、スタート。こういう話をさ、もっと早くしたかったね。
ルド TV。